エーノ・ペンティラはフィンランドの陸上競技選手である。彼は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの男子やり投げで銅メダルを獲得した。1906年にサイマーコナンガンの小さな町、ヨーツセノで生まれた。少年時代、石投げの大会で優勝した彼はやり投げに転向するように勧められた。やり投げで頭角を表し、 1927年10月8日にビープリで開催された大会では当日寝過ごしてしまって競技場へ駆け込んでくる羽目に陥ったにもかかわらず第一党で当時の世界新記録69メートル88センチを記録した実績を持っていたこのような実績から翌年に開催された1928年アムステルダムオリンピックでは金メダル獲得の期待がかけられていた アムステルダムオリンピックでのやり投げ種目は8月2日に実施され、18の国から28人の選手が出場した。選手たちは4つの組に7人ずつ分けられて予選を戦い、上位6選手のみが同日の決勝に進んだ。ペンキラは自分の世界記録には遠く及ばないながらも予選 D 組で2位となる63メートル20センチの投てきに成功して、 予選全体でも6番目の成績となり、決勝に進出した。しかし、決勝では、記録を伸ばせず6位にとどまった。1930年代に入ると、同じフィンランドのやり投げ選手、マッティ・アルビネンが力をつけてきて、ついにはペンキラを凌駕するに至った。それでもペンキラは、ロサンゼルスオリンピックのやり投げ種目フィンランド代表3名の中に選ばれた。 ロサンゼルスオリンピックでのやり投げ種目は8月4日に実施され、7つの国から13人の選手が出場した。予選なしの決勝のみで実施されたこの種目で、ペンティラは同じく、フィンランド代表の2選手、マッティ・アルビネン、マッティ・シッパラに続いて68メートル70センチの記録で3位に入り、フィンランド勢がメダルを独占することになった。 ペンティラは肘を負傷したことによって、1936年に現役を退いた。その後フィンランド陸軍で少佐として働き、後にはスポーツクラブの経営者となった。ABCDEFGA のペンティラ、フィンランドネミス・ジャブリンズ2011年8月13日、閲覧。12th IAF ワルドチャンピオンシップス・イン・アスレチックス。 IAAF Statistics Handbook ベルリン2009モンティ・カルロ IAAF Media Public Relations Department 2009ピアニッシモページーズ546559 2011年8月13日閲覧ペンティラのこの記録は1928年8月15日にストックホルムで開催された競技会で スウェーデンのエリックルンドクビストが 71m01cm を投げて破っている。アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズジャベリンスロークオリファイングラウンド2011年8月13日閲覧。アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズジャベリンスローフィナールラウンド2011年8月13日閲覧。 アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズジャベリンスロー2011年8月13日閲覧オリンピックゲームズ1896から2004メンズ JAVLINRESULTSSPORTING-HEROES.net2011 e 年8月13日閲覧 アスレチックスアットザ1932ロサンゼルスサマーゲームズメンズジャベリンスロー2011年8月13日閲覧ありがとうございます